シティシルクラブ。さあ、今週もエロとオシャレを融合させたメールが届いております。ご紹介しましょう。はい、ラジオネーム、リンゴもちさん。先日、僕が相手をしてもらったのは、ウインナー工場を見学した際に、同じグループになったドイツ人の女性でした。工場の見学中、僕の耳元で、あなたのウインナーが食べたい、と囁かれ、見学を早々に切り上げてホテルへ。ホテルに着くや否や、彼女の服を脱がすと、芳醇な、芳醇な、これはドイツじゃなさそうだな。胸が、ボロニア、と、ブラジャーからこぼれ落ちました。彼女の芳醇な胸を舐めていると、彼女は、国製や、国製や、これはウインナーで言ってんのかなと、声を荒げたため、パンツを脱がすと、そこには、ぷっくりと膨らんだ、御殿場高原粗挽きポーク。知らんて。まあ、その辺出すしかないか。彼女の高原はドイツ人らしくパイパンにされており、反り残しがちょりちょりそうしていましたが、僕は構わず、そうか、高君に。高君ってあるか。じゃあ分からんて。さらに、エスっ気のある彼女は、服脱いでと僕に命令。彼女の言う通り、全裸になると、マスカーキしてマスカーキマスタードあ、そっちも行くのね。ああ、マスカーキしてと、僕にソーセージを投与。じゃかましや。しかし僕は、なかなか勃起できず、見かねた彼女は僕の股間に顔を近づけ、僕のポークビッツをシャブエッセ。懐かしい。久々に聞いたな、ポークビッツ。するとポークビッツはみるみるうちに大きく硬く、ビキビキポークウインナー。さあ、あんねや、私のフェラで行かない人は初めてよ、これも耐えれる。バイエルンってこと？これも耐えれる。これも耐えれる。これも耐えれる。バイエルンでじゃないですか。アルトバイエルン。アルトバイエルンか、あれは。と、パフッとパイ釣りウインナー。わからんけどな。さすがにヤバくなった僕は、彼女を押し倒し、彼女の日本ハム。それもええの、別に。まあまあ、そうか。作ってる会社か。ウインナーを挟み、ケチャッという音とともに、一気に奥までフランクフルト。どういう意味フランクフルト、何もかかってないの。彼女の、膣肉内は、膣肉。気にくないや。タコさんのように僕のウインナーにサラミ合い。ちょっと無理ありすぎんか、これ。今まで感じたこともないほどの快感でした、プリマハム、プリマハムといういやらしい音が。これは何ですか。プリプリえプリ、これどの擬音ですか、これは、といういやらしい音が部屋中に響き渡り、あっという間にカウパスを彼女に腸詰め。ああ、カルパスってこと。ああ。絶頂に達した僕のウインナーからは、ドックンドックン、ホットドックンと白い息が。もう飽きてきてるやん、やってるやつも。こうして彼女とのひとときは忘れることもできない、中身がいっぱい詰まった夜となったのでした。まさかやったな。腸詰め。そうですね、広い、広いところで、ああ、そういうことね、さあ、そんなラジオネームリンゴもちさんには私から本曲をお送りします、篠山紀信先生を偲んで、宮沢りえさんの写真集サンタフェを久しぶりに見てみたら、普通に勃起してしまい、忍ぶ気持ちを忘れてしまいました、ということで宮沢りえさんの曲どうぞ。え、宮沢りえの曲って何。ってことはあの時代ってこと。そうか。話題になってたのかな。でもあれじゃない、小室ファミリーができる前じゃない、これもしかしたら。
知らんなこれ。やっぱそうやね。そうそう。小室ファミリーがまだこう席巻する前でしょ。そういうことやな。多分。確かにな。忍ぶ気持ち忘れちゃうな。三角の方で、ね。まあそうか。音楽でやる。ああはいはい、ありがとうございます。うーん、何とも言えない、何とも言えない曲です。これタイトルなんですか、宮沢りえさんの。ドリームラッシュ。ドリームラッシュ。はい、はい、ということで、うん、今回はまあまあ腸詰めという広いテーマなのかな、うんうんうん、はい、まあウィンナーから始まり、ドイツで行くんかなと思ったらまさかのね、うん、攻めっ気で行きましたけどね。まあもうそのまんまやんっていうのもありましたからね、うん、御殿場高原荒引きポーク、うん、まあ確かに売ってるよスーパーとかに。ああそうなんや。見たことはあるな。ああ、うん、あれさ、なんでソーセージってさ、あの2袋セットなん、あれ、うん、あれな、あれあれ何あれ。いやあんねんで、一袋 も、 でもあんの、まあ、俺見たことないねんけど。いやいらんなと思いながらいらんなと思わんけど、なんか、うん、なんなんこの2袋セットってちょっと思うよね。あれなんやろ、まさにそうやんな。あそこも表現してほしかったな、玉木金とかで。まあ金で、あ、ね、形は確かにね。見せますけどね。テープで、あれ何や、あれ、あれ誰の仕業や、あれな。うん、ああいうウインナーが、うん、でさ、そのまま食べれるっていつ知りました。うん、え？あれ、そうの？あれ？え？あ、もう加工したと。もう何調理せんでいいってこと？そうそうそう。え？じゃあなんで俺ら湯がいてたん、バカみたいに。なんかな、湯がいたらあかんもんや思ってたわ。湯がいてるよね。なんやったら焼き肉とかめっちゃ焼くで。焼いてるやん、うん、え、あれそのままいけんねや。ほんまかそれ。今知りましたよ。今言ってる、森さん言ってるのってアルトバイエルン、うん、とかそのコウ君とか、うん、裏見てください、そのまま食べられますって書いてます。あ、そうなんや、うん、へぇー、いつ知った、あ、知らない、今知ったよ、うん、へぇー、じゃあその辺も表現してほしかったね。それね、生で生でいけますみたいなね。うん、まあ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 、うん、ちょっと後半はあれですか、失速感がありましたから、うん、ちょっとなんか細い針の糸をなんかこう通してる感はありましたけどね。まあまあまあ、でもよく心意気になんかこうなんていうの、はいはい、脱毛というか、そうね、チンチンウインナー、うん、そういうことやな、真正面から向かっていったら、うん、はいはい、そういうことやな。ポークビッツも入ってくる、そうね、やっぱそれはポークビッツは入ってくるよな、うん、何回言った今まで、ポークビッツ、お前、お前、ポークビッツやんけ、お前って。何回言った？ 100 は超えてるでしょ。何回言われた？誰がやねん、お前。誰が言われたかわいねん、お前。何回言われた？お前、大人になってからも言われてたやろ、ポークビッツ。いや、大人になって、そんな、いじりされることあんまないでしょ。ポークビッツやなって。修学旅行とかぐらいでしょ、そんな。まあまあね。プリマハム、プリマハムだけ、なんていう、あれなのかね。わかんない。それはもう入れてまえや。プリマハムな。っていうことでしょうね。うん。まあ、余すとこなくいった感じはありましたけど、ね。まあまあ、心意気は良かったかなとは思いますね。はい、はい、うんうん。ありがとうございます。はいはいはい。さあ、それではそろそろ参りましょう。さらば青春の光が、ただバカ騒ぎ。こんばんは、さらば青春の光です。森田でーす。森です、うん。さあ、今週も始まりました。篠山紀信先生よね、うん、なんか、あれです、タイムリーですよね、なんかね、本当に。うん、あれ、裏さらばで言ってた。言ってましたね。あ、裏さらば。裏さらばで言って、出た直後ぐらいでしょう、あれ確か、うん、本当にで俺そこで、はい、篠山紀信先生に撮ってもらった最後の男だみたいなボケで、いやいやまだ死んでない死んでないとか言ってた次の日ぐらい、こんなことがなんかあるんだな、そんなんね、別に具合悪かったのニュースもなかったで、ね、で本当に最後の男なんじゃないかとも思ってるし、いやあれ何年前撮ってた、あれ何2年ぐらい前かあるでしょう、一昨年ぐらい、そっから撮ってるのかっていう。だからあれよ、ジュニアさんの、うん、あれ、あれはあれちゃうか。40歳の前。あ、だいぶ前やろ、お前。いやいや、あれ、何やそれ。洗剤は、とか、あれは小籔さんが取り張ってんな。そう、ちょうどそれも二ケツも言うてはったんだよ。うん、篠山紀信さんの話をしてた。え、多分、オンエア、そう、東京の、なんかまあ、向こう関西が先やから、絶対撮ってんのは前やねんけど、ちょうど死に、亡くなりはったって、次の日とかにオンエアされてたよな。篠山紀信さんの話。何の話これ、篠山紀信さんの話。袋がどこにで見たん、それは。いやいや、だからテレビ見たんよ。大阪の。いやいや、東京でね。東京で見たときに、そうそう。なんか、俺らってそういうのあるよな、結構なんか。あります？なんかこの間裏さらばでこの間も袋がさ、なんか小沢さんに可愛がってもらってるから、それはいいや、
実はもうすぐ何がなんかもうそういうの、わからへんやん。そういうのあるよなぁ。それは、まあ、いや、コメント欄とかすごかったで、ね。なんてタイムリーな話。あ、確かに。あの時は何もなぁ、出てはなかったんですか。まあ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 、そう、だからそりゃそうや。出てたら言わへんやん、そんなこと、まあ。出てないからこそっていうね。あの辺が集中した感じで、ね。ですけども、じゃあ正月休みを、ようやく明けまして。はいはいはい、ね、うん。昨日からか仕事、あ、おとついか。本来はおとついからや、俺は。ね、YouTube 撮るって。ああ、それ、だからお前だからさ、お前結構休んだよね。11連休とかやろ、お前。で、だから8はもう仕事の気でいましたからね。だからもう直前でお前から。だってさ、年末もお前29から休みでしょ、はい、はい。29、30、31、1、2、3、4、5、6、7。で、俺がちょっとおとついに、ぎっくり腰になりかけたから、YouTube 撮られへんかったから。なりかけたってなんやねん。だから、いやいや、あのな、もうめっちゃ怖がってんぞ、お前。俺収録終わって、はい、で、靴を履こうとしたのよ、うん、靴履こうとしてちょっとかがんで、ほんならビゲーってなって、え、それはその前に激しい動きをしてた、してないよ、2時間座ってただけや俺、うん、収録で、うん、でビギーってなって、あ、やばい、俺ほんでぎっくり腰一回やったことあるから、まあ昔だったな、そうでビギーってなって、はい、寸前で止めたのよ俺は、あのままもうちょいかがんでたら多分ぎっくり腰やってん、うんうん、で俺は寸前でも危機管理能力があるから一回ぎっくり腰やってるから、はい、これ以上行くと、そう、これ以上行くとっていうので寸前で止めたけど、反射やろあんなもん、めっちゃ腰痛くてみたいな感じよ、まあ、そっから戻れんの、その体勢は、体勢は戻れるけど、うん、で歩けはすんねんけど、やっぱずっと痛いみたいな感じで、はい、ちょっとだからそれでちょっと YouTube 休ませてもらいましたけど、うん、それは治ったんですか、はい、もうあれは、徐々にもう明後日ぐらいには治るんじゃないっていうぐらいの感じ、そんなゆっくりだよ、うん、でもぎっくり腰にはなってない、うん、危ないとこやで、昨日お前、うん、その接骨院の、昨日行って、昨日も行っててんけど、うん、接骨院に、うん、16回の回数券買うとこやったわ、危なかったわ治るら、うん、これは治らんと思って、うんうん、姿勢が治るのには2、30回来てもらわないとダメですって言うから、うん、2、30回も多分無理やろと思ったけど、うん、なんか向こうが言うから、うん、16回の件があったから、16回の件、うん、2万6000やってんけど、うん、16回のじゃあ行きますって言って、はいはい、その担当の人には言ってんけど、うん、受付でじゃあお金払ってくださいみたいな時に、うん、受付の人とはまた別やってんやった、うん、勇気出してさっき16回って言ったんですけど、やっぱ単品でいきます、いやいやもう大人がやらへんなあんまりな、多分そんなんもうこれは本当申し訳ないけど、なんか考えれば考えるほど16回もほんまにいかれへんわ、まあまあだるなってくるな、だるなってくる絶対に、え、それはでもあれでしょ、もうそもそもまあ姿勢を直さないといけないですよっていうところからで、いやでもね、もうちょっとその、うん、まあもう森さん結構いい感じですみたいな感じだったんで、そのまあその姿勢というか背骨の感じはみたいな、この感じで治りそうです、うんうん、こっちはさ腰だけ痛くならんかったらいいからさ、うん、っていうことよ、まあ、結局ね、でもそれまた、うん、このもう1回2回行かなあかんわけでしょ、うん、まあね、あと1回2回ぐらいは多分行くと思う、でも、ね、うん、俺日曜日に予約してるけど、日曜日までにもう痛くなかったら、はい、多分いいか、だってもう行きにくいやな多分あれ回数券の話されるで、うん、まあまあね、まあまあそうしょうがないですからな、森さん買って払わなかったですよ、まあ、年末年始ですよ、うん、本当に、うん、っていうか年末から俺もう急にちょっと芸能人みたいなことやりだして、うん、あ、だから海外行くどうこう言ってましたやんか、その、うん、番組もそうですし、うん、芸能界だなみたいなまみれたノリさんに会ったりとか、うん、ね、ところ世田谷ベース行ったりとか、12月ぐらいから続いたとか、何あれババ抜きのなんかめちゃくちゃな芸能人まみれのやつに出たりとか、うんうんうん、で2023すごかったなって思ってたら、はい、2024、うん、元旦、はい、グレーの、おう、タクローさんの家に、ちょっとお呼ばれ。一旦しまして、一旦って何？ちょちょ、危な。何が？俺も誘われたんですよ。え？誰に？ね、タクローさんに？違う方面から。違う方面？芸人でもない違う方面。どの方面？知り合いの社長さんから、え、それ家は東京ですよね。東京、もう、ど真ん中。めちゃくちゃな豪邸。すごいらしいね。いや、すごかったわ。うん、ほんまに屋敷が、うん、ニューヨークの屋敷が、タクローさん仲いいから、うん、仲いいというか、まあ、連絡先してるから、うん、もしよかったら、1日来ませんかって言って、うん、
言われて、森さんあれやったら行きませんかっつって行ったんですけど、もう、なんか、大晦日から元旦、結構うちでわちゃわちゃやってますんで、どっかでもしよかったらって言われてたから、行ったらまあみんなおんねやろなと思ったら、本当に拓郎家族、その息子さんと娘さんと奥さんと、と俺と屋敷しかおらん。え、なんか、あれ全部断られたんか。いや、ちゃうやろ。もうみんな一通り終わったやろ。もうな、次は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 。でももう、テーブルには、もう全員分の、なんか来る人たちの分の、皿とか、お箸とか、そうそう、はいはいはい。え、俺ら一番最初っすかっつったら、もうお笑い好きすぎて、とりあえず、森さんと屋敷さんと僕で、3人で喋りたかったんです。お笑いの話、みたいな。で、なんか結構なんかちゃんと、ちゃんとお笑いの、はい、めっちゃ見てはるらしい。そう。で、もう俺らの YouTube もめっちゃ見てくれてるし。で、なんか、あれって本当に、森さん、あの企画考えてんすよねとか言って、あ、考えてますと。なぜあれが、なんかちゃんとした権利としてお金にならないんですかみたいな。その、なんていうの、そのミュージシャンってこう、なんていうの、権利って、大事やんか。で、俺らの YouTube のこともめっちゃ考えてくれてた。あれ、なんとかして、なんか、ちゃんとした権利にならないんですよ。持っとけってこと。ちょっと、わけわからんすぎて、ですねーとか。いやいや、それがね。なんか、ようわからへんから、と思って。ほんなら、もう、見たことない。俺多分、人生で食った中で、一番うまいおせち。何より。あ、おせちが。おせち。何ですか、これはっていう。そんな、その豪華と。いや、まあ、豪華ではあんねんけど、もう、その、言ったら、なんていうの、古臭いおせちじゃないわけよ。わかる？その、もう、ようでもちゃんとうまいやつ。なんていうの？昔は嫌やったもんな。もう昔、嫌やって。てか、今もさ、別に食いてないよ、そんなに。なんか、じゃない。もう、なんやろ。もうなんか。ちゃんと意味があるやつ？その数の子はどう？ない、ない。もうおせちの箱に入れてるだけの、なんか、言ったら海鮮みたいなんとか、なんか、刺身みたいなんとか、かな？なんか、うまいやつ食わしてもらって。高いやろな、そんなもん。だからもう、続々とそっから。ミュージシャンの方、なんか紅白機能出てましたみたいな。もちろん見たことがある。ヨシキさんのあれでなんかであったんですよね。ヨシキさんにみんなこういろんなミュージシャンがなんか出るみたいな。だからナンバさんとかハイスタのナンバさんとかも出たから。ありましたね。なんか松岡さんとかね。そう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 。なんかその機能実は出てたんです僕らもとかいう、あとなんかいろんなもうフランプールの人とかなんかその。ね。で、まあまあ言っていいとは思うけど、その、川田アナウンサーとか、の夫婦、ご夫婦とか、ご家族みたいな、方が。付き合いがありはんねやな。で、びっくりしたけど、テル。ええ？そうやね。もう相方みたいなもんなんですけどね。普通にテルさん来て、アミさんと。ああ、そうなんや。そう。で、アミさんの娘さんと、その彼氏と、みたいな感じ。うわすごいよ、マジで。で、家とか全部見してもらって、みたいな。うわ、これのギターなんすかみたいな。で、地下室みたいな。で、部屋の中に車ドーンみたいな感じとか。部屋の中に入れて。だから入れ、なんていうの、その、言ったら、直結みたいなことよ。多分。そのガレージ、そう、そこが言ったら、そこガレージ開けたら、もう出れる、外に出れるみたいな。あれで。で、なんてか知らんけど、空気階段のモグラも。え？おお、北海道つながり。いや、関係ないと思う。単純に好きなんだよね、やっぱり。お笑い詳しいな。で、モグラがさ、まあ、それはもう、俺もあんま、なんか、ちゃんと聞けんかってんけど、ちゃんと聞けんって言ったらあれけど、元奥さん、はいはい。子供3人と一緒に、来てて。まあまあ、子供に会いたいっていうあれで、まあ、ほんで、拓郎さんち呼ばれてるし、まあ、せっかくやから、行こうか、みたいな感じやってんけど、やっぱ、その、なんていうの、モグラの子って、ほんまに子供もいっぱいおんねんけど、もう、どれがモグラの子かっていう、似てんの？クイズ出たら、もう絶対わかるぐらいの、明らかに他の芸能人の子供とはなんか違うの。やっぱワンパクやねん。もう、そこら中のおもちゃで遊ぶし。もう、その、もうなんかわからんで、その芸能人の娘、息子たちは、なんかもうこんなんでは、なんかもう、ちょっと遊んだらもう、通りましたと。みたいな。もう、
全部試すみたいな。もの珍しいよな。辰丸、辰丸やったかな、言っていいかな。辰丸ってよく言ってるよね。辰丸っていう長男、多分3、うん、4歳かな、だか5歳ぐらいかな、の辰丸がもうワンパクでさ、ほ、うん、んま、裸足で走り回ったりとかしてんねんけど。うん、で、途中でさ、拓郎さんがさ、カルタ大会しましょう、つって。うんで、なんすか、カルタ、うん、つって、拓郎の野望っていう、なんか、ライブでしか売ってない、カルタがあんねん。ああ、実際にそう、あんねん、あんねん。なんか、ライブでしか多分売ってないやつやと思うんだけど、拓郎の野望つって、拓郎さんが、直筆で書いたカルタがあって、はいはい、で、そこに、うん、俺、綾小路翔さん、で、屋敷、うん、で、まあ、ミュージシャンの方々二人ぐらい、はいはい、と、で、清塚さん、おー、ピアニストね。ピアニストの。はい、で、拓郎さんが、うん、ちょっと、じゃあこれ景品出します、みたいな。おで、3位は、非売品のグレーのグッズです、みたいな。うん、なんだそれ。で、2位は、函館旅行です。うわ函館出身やから。おで、まあ、1位はまあまあまあ、ね、みたいな。それな、超えてくると。感じを超えてくるものや、はいはい、言ったら。まあ、あんま言うとあれやけど、超えてくるものってなって、はい、うわーってなって、モグラがさ、もう段違いに飛んねやん。本気や。すごいで。モグラ。もう段違い。まあ、あいつもギャンブルは持てるやろうな。あのさ、ほんと脳のメカニズムどうなってんのっていうぐらい、マジでな。ね、でな、拓郎の野望つって、拓郎さんが直筆の筆ペンで書いてるから、はい、G もちょっと汚いね、うん。まあ癖あんねやろ。癖あんのに、もう、髪の句言い終わる前ぐらいにもうパッって、ゾーンや。で、ゾーン入ったんね。一応点数が書いてんねんけど、はいはい、1点から4点まで、うん、その、言ったら、うん、枚数少なくても勝てるようにみたいな。普段に寄ってるけどね。で、モグラはさ、なんでか知らんけどさ、はい、4点のやつばっか取んねん。で、もうダントツの、はいはい、優勝した。優勝。はい、でさ、うん、それ優勝したらさ、まあその、それなりの1位の、あれがあるから、旅行以上やからね、そっから、辰丸、うん、めちゃくちゃモグラに寄っていくもん。あんま見てられへんな。マジで。如実にさ、モグラ、辰丸がずっとお前の方、なんか外でタバコ吸っててんけど、うん、もうガラス越しに、辰丸が、モグラにずーっと、なんか、機嫌取ってるみたいな。そう。おちょけで、そう、パパーみたいな感じ。お前、二人壊れへんから。もう辰丸にもやれよ、お前、ちょっとは、みたいな。ずーっと辰丸。もうあいつの声やな。俺は、これはもう、辰丸は悪くないで。辰丸は悪くないけど、俺はびっくりしてんけど、辰丸が、川田アナウンサーの、カバンゴソゴソしてる。怖い話や。何やそれ。何やそれ。俺は、辰丸は悪ない。辰丸は悪ない。もうそう、だって知らんやん。その概念は。でもなんか、やっぱ、なんか、モグラの息子やなって。うん。川田さんもさ、いいのいいのいいのって言ってたけど、辰丸はい、エンディングでございますけど。いやー、モグラんとこの子はほんと可愛いよ、なんか。もうずーっとおもちゃで遊ぶし、カバンあさるし、みたいな。いや、もう家族ぐるみの付き合いをしてるってことでしょ？まあ、一応ね、まあでもみんな初めてというか、みんなというか、モグラとかは多分、奥さんとかは初めて会ったりとかしたと思うけど。あとやっぱ、なんでか知らんけど、清塚さんがさ、めちゃくちゃ前のめりやねんか、カルタに。でな、ピアニストやん、バリ指先で取りに行くねんか。もう気ぃつけた方がいい。いやいやいや、あれほんま折れるでしょ。俺、うん、いやもう今年でやめんのかなと思うぐらい、めちゃくちゃ行ってたからほんまに。月指あるからな。清塚さんも結構取ってたしな、ほんまに。いや、すごいな。でもそれはもうなんかこれなんやな、芸能界ってって思ったわ。ハッピーな場所でしょ。ああ、だから、いや、よかったよ本当に。分け隔てなくや、マジですごかったわほんまに。刺激やな、それは。これは、ほんまに BKB に会いに行くの嫌やったもんな、マジで。会ったら会ったでめっちゃほっこりしたけどな。うん、ここや、本来の居場所は。やっぱ俺ら、ここが居心地ええんかもな、と思ったけど。さんは拗ねてたわけじゃない。別に、だからほんまにやらなあかんことはあったとは思うねんけど、でもなんか、かたくなに来るっていう選択肢はない感じやったな。うん、ああいうとこ好きやのに、絶対に。ちょっと心配ですね。何やろな、まだ。まだ早い思いだったかな、うん、その後でもおみくじあの人だけ大吉引いてたからさ、まあよかった、今年俺は絶好調やっつったから。33歳の時に占い師に言われてて、44歳絶好調です。それ11年後よう覚えた。気
めっちゃある。俺、え、行くな。いやいや、もうほんま信じやすいやな、そんな。すぐ騙す。いや、でもおみくじ引く前に、俺絶対大吉やと思うねん。つって、マジで俺も屋敷も大吉じゃなくて、バイクさんだけ大吉やって。そんな年今まで一回もなかったんや。今年じゃ飛躍の年なんやねん。何もなかったらショックでかい。え、何がバイクさんがな、何も信じてるわけやからな、もう俺今年最強やからとか言って、でその後やっぱ鍋をね、あのバイクさん家で食うってなって、鍋も絶対うまいから、俺最強やからそれよく分からん。いや鍋はうまいやろ、ね、全部がええわけでもないやからないやすごい、いやすごいな、来年はね、どういうどこで過ごすんだろうなとか、もう来年も行きたいもん、マジで拓郎さん、ほんまに、ね、うん、はい、いや良かったです本当は、はい、はい、ちょっとメールの先行ってみましょう、さらばアットマーク tbs.co.jp、 さらばアットマーク tbs.co.jp まで。番組でメールを採用した方で欲しいという方にはノベルティ向けを我々から差し上げます。さらにこの放送終了後、ポッドキャストでおまけのトークを配信します。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 ラジオクラウド、 Voicy などなど、お好きなところで聞いてください。さあ、そして、この放送の頃にはもう株主総会が終わっております。お、配信チケットは引き続き販売中です、うん、1月25日の木曜日まで、グッズも販売中ですので、皆さんはぜひこれは TBS ラジオのイベントホームページをご覧ください。はい、はい、ということで、はい、お相手はさらば青春の光東村と森田でした。じゃあまた。